こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。今日は日本人は品質に厳しいということのですね、えー、実例を一つお見せして、なぜ私が、まあ、初心者にはね、えー、輸入ビジネスじゃなくて輸出ビジネスを進めるか、えー、その理由を説明したいと思います。まず題材はですね、えー、アンカーのモバイルバッテリー。まあ、家電はね、初心者には進めない商材です。 そんなわけで実例をズバリいたします。で、Amazon で一番売れてるモバイルバッテリーです。まあ、2299円。で、このモバイルバッテリーですね。えー、全部で2294件のレビューがついてまして、星4つと星5つの評価が88.8%。で、星1つと2つの悪い評価は7.5%ついてます。で、一方、全く同じ商品をですね、 やはりアメリカのアマゾンでも売れてるんですけどそちらの方のレビューは全く同じ商品ですけどね星4つと5つの評価が95%まあ誤差の範囲かなって感じですけどただ内訳が若干異なりますよねアメリカの場合はもう非常にいいと5つ星がぐんと多いのに日本の場合はまあまあかなという感じでね4つが多いとで まあ問題は、それより何より悪い評価なんですけど、悪い評価はですね、日本の場合は7.5%、アメリカの場合は4%、約倍悪い評価がついてます。同じ商品を売ってもね、日本の場合は不満を持つ人が2倍近くいるわけですね。これは儲ける上でもストレスの面でも問題です。 それで、厳しい品質管理をクリアした日本国内で仕入れた商品をアメリカに販売すればクレームは少ないと。一方、緩い品質管理の海外商品を日本で販売するとクレームだらけ。アマゾンの仕組みはね、クレームが多いと退場です。退場まで行かなくてもカートが取れず儲からないと。アマゾンの場合、カートを取ってね、売るっていうのは儲ける基本なんで、それができないです。 つまり、日本仕入れのアメリカアマゾン販売だと適当にやっても儲かる。一方、海外仕入れの日本アマゾン販売だと真剣にやっても儲けにくいと。初心者はアマゾン輸出の方が簡単に稼げます。まあね、さらに今年始まる予定のオーストラリア、アメリカよりさらにね、要求が低いんで、相当、えーまあ、クレームなんかほとんどないだろうと思います。そんなわけで。 アマゾン国内で売るのはね、えー、結構厳しい道なんで初心者の方は、えー、輸出から始めることをお勧めします、まあ、こちらのメールセミナーね登録して輸出ベースビジネスの、ね、始め方を無料でチェックしてください以上天板アカデミー堀秀夫でした